北国新聞ニュースをお伝えします JR 西日本グループの西日本 JR バスは金沢駅を発着点に能登を周遊する定期観光バスの運行を来月から始めます観光バス能登時はコロナ禍で落ち込む旅行需要を喚起しようと来月16日から12月19日までの土日祝日に 一日一便運行します。バスは金沢駅を出発した後、千里浜なぎさドライブウェア。輪島市の総持寺素因。国名所白米千枚田。鈴洲市の道の駅鈴園田村。七尾市和倉温泉を経由して、金沢駅に戻ります。定員は四十人で、運賃は金沢駅発着が六千九百五十円。 金沢駅から七尾市和倉温泉までが6,600円、金沢駅から和島市内までが6,150円で、子どもはいずれも半額となります。JR 西日本バスが金沢発着で能登をめぐる定期観光バスを走らせるのはこれが初めてで、まん延防止等重点措置の解除を見据え、近場で旅行を楽しむ マイクロツーリズムの取り込みを図ります今日、北国新聞社を訪れた西日本 JR バス北陸支店の大久保範重支店長はまずは北陸三県の人たちに利用してもらいのとの魅力を広めたいと話しました秋の全国交通安全運動が今日から始まり県警本部で出動式が行われました 出動式では県警の田畑健二交通部長が訓示した後交通機動隊の小坂豊隊長が出動を宣言しましたそして白バイ隊の隊員たちが青空の下一斉にパトロールに向かいました県内で今年に入って交通事故で亡くなった人の数は昨日の時点で12人と去年の同じ時期より22人少なくなっています 秋の交通安全運動は今月三十日まで行われ、期間中は各地で取り締まりや啓発活動が展開されます。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞地方部の三口部長にお越しいただいています。三口さんよろしくお願いします。はい、お願いします。さて北国新聞では石川北 石川南、金沢の各地方面で使社創始局が週替わりでその地特有のテーマを深掘りし地域と生きる関係者の姿をリレー形式で連載しています先週は金種村として知られるつばた町の河井谷地区を紹介しましたがこの地区では今年の夏宿泊体験交流施設が誕生したんですよねはい、河、えー、井谷地区では 7月26日に旧河井に小学校の跡地に宿泊体験交流施設河井の里金州礼がオープンしました金州礼は金州とドイツ語で学校を意味する州礼を組み合わせた造語です河井谷地区では大正時代に住民が一丸となって酒を立ち小学校の校舎を建て直す費用を捻出したことでも知られています そうした地区の人たちの取り組みを語り継ぐ活動を行っているグループがあるそうですねはいこのグループ金種の学校を語り継ぐ会は会長の江口誠一さんを中心に7年前に作られました江口さんは金種で建てられた小学校に通った一人で他の小学生卒業生に声をかけ住民挙げての取り組みを12枚の紙芝居で表現しました 先日も施設で、えー、町のケーブルテレビの番組収録で、えー、紙芝居を上演しましたこの紙芝居の上演もさまざまなところで行っているようですねはいえー、語り継ぐ会は河合台の子どもが現在、通っているが形小学校だけでなく町中かの津幡小学校などでも紙芝居の上演を続けてきましたさらに町内外の小学生の利用が見込まれる禁酒令でも定期的な上演をけんか計画しているということです その金絞礼でも川井谷の人たちが協力しているそうですね金絞礼の調理場には川井谷の住民が寄付してくれた禅や器、およそ300点が寄付されました寄付された禅や器はどのような時に使われていたんでしょうか、はいえー、寄付されたのはいずれも祭りや結婚式、法事で使われていたもので不要になり、蔵などに眠っていたあいわばおふるの禅や器です。う 寄付を寄せた住民の思いはどんなところにあるんでしょうかはい、えー、寄付を呼びかけたかわいいふれあいさわらび協議会の藤本秀幸さんはあえて使い込んだ食器でもてなすことで古き良き里山の風習を蘇らせたいと話していました、えー、また住民の一人はお膳で食事が並べば感動すると思うし今の子どもたちには田舎の風習の勉強にもなるでしょうとも述べていました、えー、かつて 子どもたちのために村を挙げての禁酒で小学校を改築した心意気は今も住民の間に息づいているようです新型コロナの感染拡大に伴い施設は今月30日まで臨時休館中ですが住民の後押しを受けてにぎわいの拠点として本格的に指導する日が来るのを楽しみたいいと思います。ここまでニュース解説地方部の皆口部長とともにお伝えしました。 美口さんありがとうございました。はい、ではニュースを続けます。金沢市泉小学校の育友会が子どもたちの思い出作りにと児童に見てもらう動画に使うため昨日校舎にアニメの映像を映しました。泉小学校の育友会は花火や祭りなどが中止になる中で子どもたちを楽しませようと 近短大美術学科講師でコンピューターグラフィックスが専門の和田博樹さんに依頼して今年5月からアニメの制作を準備してきましたアニメには学校のマスコットキャラクターイズミンが登場し小学校を舞台にコロナウイルスと戦いますアニメは先月末に鑑賞会を開催して披露される予定でしたが新型コロナのため およそ5分間の動画にまとめ、子どもたちに1人1台配布されているタブレット端末で見てもらうことにしました。泉小学校では、昨日、アニメがプロジェクションマッピングとして校舎の壁に投影され、育友会のメンバーと学校関係者、合わせて8人が収録を行いました。育友会の石野秀幸会長は、 映像を見てもらい、学校生活に張りが出ると嬉しい。来年こそは鑑賞会を開きたいと話していました。金沢市小坂地区の獅子舞保存会が。獅子頭や棒、なぎなたなど。獅子舞の道具を紹介しようと。展示会の準備を進めています。保存会によりますと、小坂地区の獅子舞は。 半世紀末期に始まったとされています1976年に青年団が復活したのをきっかけに地元野間神社の秋祭りに演じられてきましたがコロナ禍のため秋祭りは2年連続で中止になりましたこのため保存会は代わりの行事として獅子頭や大獅子に立ち向かう棒振りが使う棒薙刀などを紹介する 道具展,を企画しました展示ではおよそ40年前の勇壮な演舞の映像なども含め70点ほどを並べる計画です小坂地区の獅子舞保存会にはおよそ100人の会員がいますが防振りや生やし方を務める若い世代の確保が課題で道具店を通して獅子舞の歴史や魅力を伝えたい考えです。 この展示会は当初、今月予定されていましたが、感染状況から延期になり、保存会としては年内に開催する方向です。小坂市姉妹保存会の中野健会長は、伝統をこれからも続けていくため、地元町会だけでなく、高架全体の住民に見てほしいと話していました。 採れたて野菜を使った料理を味わい語り合う催し畑飯が金沢市ぬか谷町で週に3回開かれていますこの畑飯は耕作放棄が進む里山の現状を知ってもらおうと農業を通じてぬか谷の魅力を発信している小野夏美さん40歳が始めましたコロナの影響による閉塞感からストレスを抱える人や 給食中の社会人などにのどかな風景で癒しを感じてもらう狙いも込めました今月16日の畑飯はぬかだにふれあい公園裏の畑で開かれシソや天が唐辛子を加えた塩焼きそばが振る舞われ金沢や野の市で子ども食堂を開く女性が参加しました食材には小野さん自身が育てた野菜の丘 野町1丁目の浄土州具岸院から提供された乾麺を使いました畑虫の参加費は無料で毎週火曜、木曜、日曜の正午ごろから開催されています企画した小野さんは鳥の鳴き声や川の音を聞くだけでも癒される食事をするだけでもいいので遊びに来てほしいと話しています 金沢青年会議所はあさってから金沢市内で国連が掲げる SDGs 持続可能な開開発目標の達成に向けた国際会議を開催します。この金沢未来サミット2021時代に受け継ぐ金沢の街は金沢青年会議所が2016年から5年間開催してきた JCI 金沢会議を引き継ぎ 金沢港クルルーーズターミナルで開催します。サミットでは社会の多様性や二酸化炭素の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」をめぐる討論や講演などを行い SDGs の目標達成や課題解決の行動につなげる機会を作ります。金沢青年会議所の中島雄一郎理事長は昨日金沢市内で記者会見し「日本では達成が難しいとされる目標もある。 海外と日本の違いを学び、ぜひ多くの人に参加してほしいと呼びかけました。地震に備えて川北町の立花区で、高齢者や障害者の避難を想定した初めての訓練が来月二十四日に行われます。川北町立花区の自主防災協議会は一昨日、地元の公民館で会合を開き、 地震の際に、区の住民全員が迅速に避難できるよう、避難訓練の実施を決めました。訓練は、住民主体で防災意識を高めるのが狙いで、来月24日の訓練当日は、自主防災協議会の委員が、支援が必要な高齢者や障害者の役を担当します。訓練では、車椅子やタンなどを使って、 自主避難所に見立てた公民館まで搬送するほか三角形の使い方の研修も行いますコロナ禍で密を避けるため住民はそれぞれ家庭で地震発生から避難開始までの行動を確認します川北町は町民を対象に災害が起きたときに支援が必要かどうかのアンケートを実施し 立場なでは二十一人が避難時の支援を求めました。香川市山中温泉のグルメイベント「バルの細道」が来月一日から始まるのを前に上りの設置が始まりました。山中温泉の「バルの細道は」は食べ歩きと テイクアウトの両方が楽しめるグルメイベントで来月1日から始まりますこのイベントは今年3月にも開催されましたが参加している店が分かりにくいという声が出ていましたこのため山中温泉両院業協同組合が上りの政策を進め組合員が3ヶ月かけて完成させました縦1.8メートル 横60センチの上りには松尾芭蕉と弟子の空が描かれていますこの上りは今後バルの細道に参加する予定の飲食店など22店の前に設置される予定ですイベントの実行委員長を務める梅田隆平さんは上りを目印に普段行かない飲食店を巡ってほしいと呼びかけています 北国新聞ニュースをお伝えしました。